ソフィア・セファー・アベベは、エチオピアの陸上競技選手、アディス・アベバ出身。中、長距離走、特に3000メートル障害を専門とする。2009年の世界選手権で13位、同年のワールドアスレチックファイナルでは4位であった。前年の北京オリンピックにも出場していたが、決勝進出は果たせなかった。2012年6月7日、 ビスレットゲームズで9分09秒00をマーク、エチオピア新記録を受立する。同年のロンドンオリンピックでは9分09秒84の成績で、銅メダルを獲得した。女子エチオピア勢が、オリンピックで3000メートル SC のメダルを獲得したのは、アセハが初めてである。また同年のベルトクラッセチューリッヒで優勝し、それまでトップに立っていたミルカチェモスチェワの得点を、 逆転し2012年 IAAF、ダイヤモンドリーグの年間優勝者となったかに見えたが、中立国際の最後の水号で、アセファがコースカットしたことが発覚し、優勝を剥奪され、年間優勝も幻となった。2013年の世界選手権では、障害で転倒するというアクシデントに見舞われながらも、銅メダルを獲得した。ありがとうございます。